はい、じゃあ、their is やっていきたいと思います。えー、今回はですね、えー、どこどこに何々がありますという表現したいときは、最初に t h e r e is というのを、えー、最初に書いてください。はい、で、次に、ここですね、えー、何々があると、その何々がの部分をね、ここに書きます。えー今回 a book ですか本ですよね。there is a book on the desk これで机の上に本がありますっていう意味になるんですね。はい。で、えー、もう一個大事なのがですね、えー、今これ a book だったら、つまり1個のもの、単数だったら is になるんですけど、ここが2個以上のもの。 例えば今回みたいな、サムキャッツ、何匹かの猫ですね。2匹以上いるというときは、ここが、アーに変わります。はい。えー、なので、t h e e are some cats, under the tree.、えー、under the tree で木の下でっていう意味なので、まあ木の下に何匹か猫がいますってなるわけですね。はい。 えとね、場所を表すごくチャットチェックしておきますけど、えー、何々の上にはオンですね。中にがインで、何々の下にがアンダー。何々の近くにがニア。そして、何々のそばにがバイ。まあ、こんな感じですね。はい。えー、まずはね、一緒に、では、えー、確認問題をやっていきましょう。 is かか選んでください。ですね。はい、もうここで決まります。a c a プ p となってるんで、is ですね。テーブルの上にカップがありますと。これは for books になってるので、a ですよね。there are four books in my back. はい、次、some dogs になってますんで、これも a ですねえ。木の下に何匹か犬がいますと。 あ、スモールハウス。これはアがちゃんとついてますから、1個の家なんでね。is ですよね。There is a small house near our school. はい。次、a lot of girls。たくさんの女の子たちになってますので、ここはアになりますね。はい。大丈夫かなと思います。はい。それでは戻って B のところを説明していきたいと思います。さあ、今度否定文ですね。えー、さっきの There is の is の後に not を入れて、まあ、短縮にしてですね、今回だったら。there isn't a computer in the room となります。それで、その部屋にコンピューターはありませんっていう意味になるわけですね。はい。で、否定文だったら、この no プラス名詞。うん。まあ、この形になってますね、今回ね。えっ no プラス名詞の時ここね、複数形です。 基本的に、ね、数えられるものだったら複数形です。なので、ここは R になりますね。They are no balls under the desk. これで、えー、机の下にボールが一つもありません。一つもないという意味になるんでね。強い否定になるんで覚えておいてください。また、えー、これも覚えましょう。この t h e e is no balls っていうのはですね、えー、この No じゃなくてね、 There aren't, are not を縮めた感じね。えー、これにして、でこうやってちゃんと any 行かないといけませね。いいかなこの not any の順番で一つもないという意味になるので、机の下に一つもボールがありませんと、ううなるんですね。えー、これ同じ意味なんでね。えー、必ず覚えておいてください。はい。では一緒にね、右側をやっていきたいと思います。 え、否定文作りなさいということですから、う、ま、is、あ、を isn't にすればいいだけですよね。箱ここにボールはありませんと。はい。えー、これいいですね。えー、否定文だったら、a が a ン n t になって、そして sum が否定文だから any に変わってますよね。there aren't any cats ですね。はい。えー、これも there isn't でいいでしょう。 はい、there are some b i r d s in the tree ですから、これを aren't にして、s o m e を any に変えましょう。There aren't any b i r d s in the tree ですね。はい、2番目。えー、と、there are no apples in this bark 訳しなさいということですね。日本語にして。 はい。この箱、袋、この袋の中には、リンゴが一つもありませんですね。はい。There are no books on my desk と。私の机の上に一冊も本がありません。 There are no boys in the park. 公園に少年が一人もいないと。ですね。はい、4番目が。There are no cats under the table. テーブルの下に一匹も猫がいません。ですね。一つもないという否定になってくるわけですね。 良い人になってきます。さあ、では C に移りましょう。え疑問文ですね。はい。疑問文は、今までに、is there,、uh, there is, there r e だったんですけど、それを逆にして、are there, is there とかにすればいいわけですね。えー、複数形の名詞の場合は、are が使われるので、are there any orange, orange is in the box ってなるわけね。 箱の中にいくつかオレンジありますかはい、えー。答えるときは、yes, there are ってなってきます。ないときは、no, there aren't ってなりますね。はい。そして、えー、数を聞くときは、how many 複数形の名詞ですよね。なので、how many birds are there in the tree ってなるわけですね。えー、気に 何は鳥がいますか言ってるんですね。いうことは、まあ答え方は、the are three. まあバーズは書いてるんですね。書かなくても OK ですけどね。このふうに答えていきますよと。いいですかこの how many b i r s で。ここはちゃんとアーゼアンにしてくださいね。疑問文そのまま入れていくんですね。はい。それでは一緒にですね。えー、問題一緒にやっていきましょう。あなたの部屋にコンピューターありますか はい。あ、コンピューターになってますから、単数形なので、is there にしておきましょうね。is there a computer in your room ですね。はい。その答えとして、yes, there is になります。はい。3番目。箱の中に卵はありますかはい。複数形の名詞、n x が使えてますので、are there ですよね。 Are there any there eggs in the in b o いいありません。No, there aren't ですよね。はい、2番目、えー。Is there a piano in your room? あなたの部屋にピアノありますか No, there isn't ですね。はい、2番目。Are there any plates on the table? プレイ t っていうのは、プレートっていうのは、皿ですね。お皿のことです。えー、テーブルに、えー、お皿はありますかって言ってるんですね。えー、yes, there are ですね。さあ、最後は、メニーパークスかなってますから、数聞く表現ですね。How many parks?How many parks are there in your house? ですね。 あなたの家の近くにはいくつ公園があるんですか There are two ですね。はい。ここは以上になります。